予測をたがえることなく連合軍はガダルカナル上陸に失敗した。しかし敵はこの地域における影響力を失ったわけではなく、現在も何らかの攻撃準備とおぼしき動きが見られる。この情勢下においては帝国海軍が隙を見せることなく行動することが最重要課題となろう。そのためには定期的な哨戒および偵察が不可欠である。我々は何より敵の勢力およびその位置の把握に努めなければならない。君にはガダルカナル島周辺の警戒に当たってもらう。米国はこの島を重要視している。連中が舞い戻ってくるならば阻止せねばならん。何にせよ戻ってきた敵は撃滅するのだ。艦が逃走します。全速前進、逃がすな。敵の駆逐艦数隻が接近中です。撃沈しろ。我々に歯向かったことを後悔させてやれ。また偵察官がやられたぞ。残ったのは我々だけか。特別補給を入手しました。特別補給を終了しました。
艇が接近中です。罠か。迂闊にも誘い込まれるとは。増援がいる。司令部に要請してくれ。こちら高尾、米軍の攻撃艦隊に急げ。至急増援を求む。こちらガダルカナル所属爆撃隊、作戦空域に到達、指示を行う。応答ありません。もう一度送信しろ。こちら高尾、米軍の攻撃艦隊に急げ。非常事態につき増援を要請する。受信せり。高尾交代せよ。機動部隊が急行中である。敵の攻撃です。敵艦を確認しました。特別補給を入手しました。
ました。いつでも使えます。敵艦を発見しました。
の軍がかつて優位に立ちました。よろしい。では残りの船も沈めてしまうとしよう。敵艦の被害甚大、沈めます。ガダルカナルの運命は決した。我々を待ち伏せようとした敵の計略は悲惨な結末に終わった。当初から優勢のままに準備を進めていた帝国海軍にとっては当然の帰結である。より強大な我々の艦隊を前に戦力で劣る米艦隊が粉砕されたまでであろう。